まだまだ寒く、雪道を運転する機会も少なくない季節です。ですが、雪道の運転は慣れていないと非常に難しく、雪にタイヤがはまって抜け出せなくなることもあり、一歩間違えば事故につながってしまいます。そんな中、日本車メーカースバルの車は、独自の水平対向エンジンと四輪駆動により、以前は 1% ほどだったアメリカ国内でのシェアを、近年では 4% まで伸ばし、2015年には在庫不足になるほど、好調な売り上げを記録しています。アメリカで、スバル車の人気に火がついたのは、北部の降雪地帯。スバル車は、雪道のような悪路であっても、安定した走りが可能であることから、徐々に支持を拡大していったのだそうです。ご紹介する映像は、大雪に見舞われたアイダホで、雪にはまって動けなくなってしまったパトカーを、スバル WRX が救出することに成功した様子です。これほどまでに、スバル車が雪に強いのは、ブリザックのブリヂストンタイヤ着用もありますが、やはり、エンジンが左右対称なピストンの動きをするという水平対向エンジンの機能と、4つある車輪すべてに駆動力を伝える、四輪駆動による安定した走りがあるからです。この映像の他にも、関連動画には、スバルの車が多くの外国車を救出している映像が出てきました。これら YouTube にアップされた動画の反響も、スバル車の売り上げ増に貢献しているのかもしれませんね。走りにくい、雪道のような悪路であっても、安定した走りが可能だなんて、雪道を走ることが多い方にとっては、とても喜ばしいことですよね。それでは、外国の方たちの反応をご覧ください。